ちょっと南国チックにヤシの木が張ったりします。そしてこれが愛する我が娘と僕の嫁です。何人か並んどるよ。いや、これチケット買う人やろ。なのでチケット買うときはもうコンビニで買った方が安いです。この何気にこの障害の手今日持ってある並んでる人。僕はこれコンビニで買いました。だから100円か200円安いんですね。はい、お預かりします。まだ2歳なんでね。はい、2名様お預かりします。いらっしゃいませ。あ、おい、僕の友達とこれからお昼食べます。うい、うい、うい。あ、これ入って結構遠いな。あ、でもそうでもなかったな。そうでもなかった、うん、あっという間に2時間ぐらいかかるんですよ。そんなかかるんや、うん。あ、なるほど、三崎公園は弁当持ち込み OK でこんな風にやってみんな弁当を広げてます。でもいいな、すごいすごいな。灯台もあります。ちょっと俺な、YouTuber やからな。ちょっといろいろなとこ行ってこう紹介動画作ってるんや。YouTuber 結構見る人いんの。あ、もうすごいよ、俺のチャンネルは今。そうそうそう、もうすごいよ、俺のチャンネル。というわけで、今からお昼食べます。これが愛する我が娘です。そしてこの広場のすぐそこにキリンさんがいます。キリンさんがジラフ。あ、そっか、ちょっとすごいな、こんなもんや。かわいいけど、ちょっと下向いて。似たようなもん。来てきたね。今度食べる？食べる？おいしい。